皆さんこんにちは。ゼップ Vlog ナレーションの沖口優奈とちいかわ吉澤です。今日はこの2人のゼップツアーなんですけれども、まず最初にあら何かを見つけたご様子。お、なんだなんだ、わ気になってる。すごい変な顔してますけれども変な顔。なんか走ってる。見つけてマジパンアテのフラワースタンドを発見。あれ撤収されてる。あれ怪しいご様子。確認しました。なんと前日にゼップ新宿でライブをしてたアイドルさん宛てのお花でした。あ、間違えちゃった。勝手に知らない人のお花に走っていってしまいましたちょっと気まずい。なかなか気まずいご様子なお二人スタッフさん、吉澤さんは完全にバカにしております。おきごちさんウケる一緒に走っていたくせにバカにしております。なんか結構ね寂しい瞬間でありましたけど、この後ねマジパンへのフラワースタンドも発見させていただきました。ありがとうございます。この後はこの2人によるゼップツアーです。どうぞ。じゃあ最前座りたい。なんか首なくなっちゃうんだけど。マネージャーさんからいじめを受けてます。こ
これ証拠動画として撮っといてください。そんなことないよ。誰言ったの？誰？え、なんかさ、コール動画みたいなの出したじゃないですか。あれでなんかコメント欄にガチオタクがいるとか書かれた。ガチオタク。ガチだ。だから今日はもしかしたら客席にいるかもしれない。こんなキャッキャの衣装着て、こんな。誰か。あ、誰と。緊張なんだけど、どうしよう、ちょっと待って。コンコン。失礼します。今大丈夫ですか？失礼します。すいません。あれ？一番偉そうに座ってるんだけど。お願いします。
君がここに連れてきたんだぞ、みんな。この君にバブ。あ、思いっきり楽しんで、楽しんだもんがちゃう。いい、みんな神手に僕いるから、またなんかしんどいことあったら神手見て、はい、微笑みだけは感じ。それが一番大事だ、微笑みが。めちゃくちゃ。じゃあ楽しんで、はい、オンタイムですよ、はい、はい、お願いします。ここ払いたいな。緊張、緊張、緊張してます。みんなもっといけるんじゃないですか。あ、何したら悩んでいる。言っちゃってもまあ、まあ、でもね、だいぶ生意気ぐらいで輪に入れない。輪に入れてない人くださってありがとうございます。メンバーの皆さん、こちらに1つ使う。もうはっちゃけちゃいますよ。はい、せーの、ビキビキ。Thank you.
ないんで知りませんけども。ああ、ありがとうございます。パンダになってる？はるかちゃん泣いてないよ。鼻水、あれ繋がってるかも。でもね、3年前はこうやって泣いてたのにね。最後までちゃんと。はいチーズ。耳ついてる。耳が。はいチーズ。はいね。嬉しい。はい行きまーす。はいチーズ。はいチーズ。はい、皆さん、ゼップ新宿ワンマンライブの Vlog ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。あんまね、ライブのステージ上は皆さんにお見せできたんですけど、こう裏側をお見せできることってあんまないんですけど、ね、いかがでしたか、みんな。どうでしたか？お気に入りシーンなどは、ぜひコメントなどに、していただけたらなと思います。はい、ということで、まあ、9年目もね、みんな、まだまだ頑張っていきましょう。おー、お気に入りのシーン、白的スクショしたいな。